今回は新しく13インチ M3 チップ搭載の MacBook Air を購入したので、これまで使っていた M1 チップの MacBook Air との比較動画になります。外観はほぼ変わっていない2つの MacBook Air でも、性能は全く違いました。どんな結果になったのでしょうか。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、今ちょっとセットアップ終わって、こちらですね、はい、こちらの M3 の方と、これが今まで僕が使った M1 の方ですね、違いをね少し見てみます。まあ、色はねちょっと変えてますけども、まあ、そんな大幅には変わってないですね。変わった点としては、このベゼルっていうんですかね、この枠の部分がですね、 M1 の方は1センチぐらいこうあるんですけども、このベゼルがね狭くなってます。ということは画面がねちょっと大きくなってますね。閉じた感じはこうですね。これ M1、はい、これが M3 ですね。重ねてみるとですね、はい、ほぼ一緒ですね。はい、こんな感じですね。持った感じもねそんなに大きな違いはない感じがしますね。こちらが左のポート USB がね、これが2つしかないんですけど、こちら電源ポートが別に増えてくれたので、ここ有効に使うことができます。はい、反対側はね一緒ですね、ほぼね。見た目はねそんな変わんないんですけどね、ちょっと厚みがねやっぱ M3 の方がね厚いって感じがしますね。 M1 はちょっと先細りデザイン、まあ、全体的にはね厚み一緒なんですけど、多分 M1 の方はこの際の方をね少し狭めているような感じがします。まあ、画面はねどちらとも今 100% にしてますけども、 M3 の方がねやっぱ見やすいですね。こっちの方がねくっきりとね、今ねちょっと自然光が入ってきてるんですが、それでも同じ壁紙ですけども、こちらの方がね見やすくなってます。電源ボタンが大きくなって、はい、使いやすくなってます。あと一番上のこのボタンですね、 F1 から F12 までのボタンが普通のボタンと同じサイズになってます。はい、これはね押しやすくていいですよね。あと M1 の方はですね、スピーカーがこちらにあっていっぱい穴が開いてるんですけど、ここにね、はい、こちら穴開いてますけど、 M3 はねここ穴開いてないですよ。どっから音出るんだろう。はい、あとこちらですね、違う点としてはねここ画面がフラットなんですけどね、こちら iPhone みたいにね、はい、少しねここ真ん中黒くなってます。ここにカメラありますよっていう風にね分かります。そんな感じですね。これ最近僕がアップしたんですけども、この辺からなんか音出てますね。ホテルのサブスクに興味がある方、全国のいろいろなホテルに宿泊してみたい方はぜひご覧ください。この辺に多分スピーカーあるんだと思います。ホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしています。はい、これ今ねホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしています。もしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、この辺からやっぱり音出てますね。はい、この2つから音出てます。で一方こっちはですね、この辺から聞こえますね。この辺にあるんでしょうね。はい、ねハード面ではねそんなに大きくは変わってないので、まあこちらに移行してもね打ちやすいと思います。はい、以上ね外観はこんな感じになってました。はい、じゃあこれからですね書き出しのスピードを調べていきたいと思います。こちらが新しい MacBook Air M3 です。こちらが古い MacBook Air M1 です。8GB の SSD が 512GB。こちらが 16GB の 512MB。違うのがメモリですね。8GB と 16GB です。実際帝国ホテルのサブスプリクションの動画の30分だけね抜き出しました。これ 4K なので、これでどれぐらいのスピードになるか測ってみたいと思います。じゃあ同時にですね。じゃあスタートで開始。やっぱこっちは結構早いですね。もう 23%。 こっちまだ 5% ですね。はい、55% こちらが超えました。こっちはまだ 12% ですね。あ、もう終わったみたいですね。はい、4分2秒ですね。はい、はい、動画として書き出されています。はい、早いですね。
はい、今終わりましたね。はい、こんな感じで無事に書き出されました。時間はですね、はい、こちらの M3 の方がですね4分2秒、こちらの M1 がですね18分20秒ですね、差が14分、だいたいですね、まあ、5倍まではいかないんですけども 4.5 倍ぐらいいってんじゃないですかね、まあ、メモリーが倍になっただけなので、まあ、速さも単に倍になるだけかなと思ってたんですけども、それプラス多分 M1 と M3 のチップの差もあるんでしょうね。こんだけ差がつきました。なので本当にこんだけね時間の差があるならば、本当この M3 買った甲斐がありました。でこれでまたどんどん動画作っていきたいと思います。はい、それではね、比較の動画は以上になります。僕はコロナ禍の時に M1 チップの MacBook Air で動画編集を始めたんですが、動画が長くなると Final Cut Pro が時々フリーズすることがありました。しかし新しい M3 チップの MacBook Air ではフリーズすることなく編集できるようになったので、 MacBook Air で動画編集したい方にはおすすめの一台だと思います。今回の動画が参考になった方はぜひいいねボタンもよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。